二面、ユノの二面性というのを捉えたくて、はい、ワイルドなユノとワイルドだろう、ワイルドだろう、ナチュラルワイルドだろう、はい、ナチュラルの方は午後、下のスタジオで見て、はい、ここではまあそういうちょっと大人っぽかったり、ちょっと悪そうだったり、そうですね。今回の自分が思ってるコンセプトが裏表表裏一体、表裏一体っていうか、なんかそれで、まあ、まあ前は本当に強くて、ちょっとさっきはちょっと目線も強くてちょっと悪そうに見えないうのが存在したら、また優しくてちょっと爽やかないうのを取っているんです。まあ、結構言うんですけどね。はい。チャンミンがいないからさ、寂しい気持ちあるんだけど、今まで同新規としてちょっとユノとは違う、ちょっとなんかビギストバウニョス、ユノのソロアルバムのふさわしいそういうジャケットになってるんじゃないかなって僕も期待してます。いろんなユノが出てきましたので期待してください。でもなんかチャンミンがいなくて一人で終わりましたわ、ちょっと変だな。はい、お世話でした。